では、えっと、本日3つ目の、えー、話をしてもらいます。えー、と講師は明大の南武さんにお願いいたしました。えー、南武さんはあの、まあ、昔から相対論をがっつり研究されている方で、まああのまあ、関係する話としてはブラックホール関係の、まあ、熱力学やら、まあ、情報の話。 をやってておられていますでまあその後に、えーまあとに16から離れてもう離れたような研究もやられておられてその量子のエンタングルメントとかの話もしているのでまあこの領域でその相対論の基礎を話してもらうという意味にもまあもともと適した人物であると思います。であのまあ話してもらう内容としては、まあ、相対論のまあ基礎的な話から、まあ、特にあのペンローズですねブラックホールを理解するにはペンローズ大事ですがまああの あまりその学部の授業とかではそこまで詳しくやらないので、まあ、ペンローズについて、まあ、詳しく話してもらうということと、まあ、最後にあと、法ーキン副の話もしてもらうということで、お願いいたしました。では、よろしくお願いします。えっと、今回は、その、えっと、このような内容で、えっと、3コマですね、一応講義をしたいと思いますが、ちょっとあの、時間配分がよくわからないので、その、 最後のこの原子裏儀の話ができるかどうかちょっと,、えーっとまあ、ここはちょっとわからないので、まあ、あの一応進み具合に応じて適当に項目をその削ったりしてそれを進めていきたいと思います。でいずれにしてもまずあの一般相対論ということでざっと一般相対論の,そのアウトラインですね、まあ、その復習から入りたいと思います。えー、っと。 まずですね、その重力の話に行く前に、そのまあ、特殊相対論の話ですね、えっと。その辺の流れを一通りちょっと復習したいと思います。でまずですね、えっと、特殊相対論というのは、まあ、一応あの、えっとその、大前提としているのは高速度普遍の原理と。まあ、こういうものが。 で,す、ねでまあその、なぜこういうことをその言い出したかという、まあ、簡単なその流れとしては、ま、ずそのニュートン力学におけるその完成形がそのどういう定義だったかという、まあ、その辺があが問題になったわけですね。で、あのニュートン力学においては、まあ、これはまあすでにご存知のことでしょうが、まあ、完成形というのは、 えっと、いわゆるそのニュートンの第一法則ですね。まあ、完成の法則があの成立するようなその座標系あるいはその実験室系のことをまあ完成系というふうに呼んだわけです。で、その時にあのこの完成系がその定義されているということに付随して、そのニュータン力学におけるそのいわゆる相対性原理ですね。まあ、そういうものがきちんとまあ定式化されたわけですね。で、この場合の,あの相対性原理というのは異なる完成系の間でその物理法則は定義され 同じように成立するよ。というまあ、そういう意味での相対性原理がまあ成り立っているわけです。で、これがまあニュートンのえっとニュートン力学の話だったわけですが、ところがですね。えっとその？マクセル方程式とかまあ、要するに電磁気電磁波を考えた時のその高速度。 これは C と書くわけですが、この高速度の値っていうのは一体これはどういう完成形の下での,その速さ、数字なのかというのが問題になったわけです。で、その時まあ例えばあのマイケルソン・モーレの実験とかによれば、そのある絶対静止系というのを1つ決めたときに、それに対して相対運動をするような2つの異なる完成形から見たときに、まあ、高速度の大きさが変わらないよという、まあ、そういうあの測定結果が出た。ということは、 ニュートン的な意味での,その完成形の定義がどうもあの変更されなければならないという、まあ、そういうことになったんです。だから逆にその高速度が普遍になるようなその完成形っていう完成形の定義が何ですかというふうに考えたときに。 えっとまあ、それがいわゆるその高速度の普遍の原理そのどういう完成形にとってもまあ高速度というのは変わらず同じ値を取りなさいというのがまあ新しい完成形の定義としてまあ採用すべきだろうということになったわけですね。 この高速度の速さが不変になるような完成形の定義、あるいはそういう完成形の間の関係式、関係は何かというと、これがローレンツ変換と呼ばれる、まあ、線形変換、時間を含めたその代表変換ですね。まあ、これでつながるような2つの系というのは。 K に移ったとしても、まあ、高速度の、えっと、大きさは不変になる、まあ、高速度不変な原理を満たすような座標、えっと、間の変換というのが、まあ、ローレンツ変換だとだからこのローレンツ変換で不変になっているということがその新しい完成形の定義になたということになったわけですではここまで来たきにえっとまあこ この話とその時空の構造がどう関係してくるかというとえっと ローレンス変換で普遍になるような変換あ、えっと、普遍になるのが高速度ということは、これは一つのなんか普遍量、普遍的な幾何構造をまあ定義しているわけですね。で、逆にこれをもって、まあ、普遍となるような幾何学。 これがミンコスキー軸。と呼ばれる軸構成になるわけですね。で、えっと、この、で、帰化といったときに、まあ、この一般相対論とか、まあ、重力で通常扱う帰化という意味は、そのまあ、要するに、あの、微分帰化学っていうことですね。まあ、それに基づいて、まあ、記述する帰化学というのを、まあ、通常は考えるわけですが。 リーマン喫茶の基本というのは、計、えっと、量、線、ま、素、あ、ですね。2点間の微小距離の振る舞いで幾何学の性質を考えるという流れになっているわけです。だから、えっと、2点間の距離の2乗、DS2 乗と書きますが、これを通常は、まあ、こういう形で表現するわけですね。 でまあ、ちなみにあの一応コンベンションとしてあのこの添え字が上下でダブってるものは全部あの輪を取ってるよというあのアインシュタインのコンベンションですね。まあ、これを使いますからちょっと注意してください。であのこの例えば今ミュー,ミュー,ニューニューでこう輪を取ってるんですがどのえっと範囲を走るかというのはその,その時々考えてる問題に応じてまあ変わる。で例えば4次元の時空の話だったら というのは、まあ、例えば0から3までの、えっと、ラベルを走るという、まあ、そういう意味です。だから、まあ、本当はここに、えっと、こうなってるんですが、まあ、これをもう省略和の記号は省略して、まあ、こう書くということです。まあ、いずれにしてもあのこ,のこれは2点間の微小距離を表現するわけで,でこの、まあ、係数のことを、まあ、通常は計量というふうに。 だからこの計量というのは時空点の関数になっているわけですが、この具体的に計量の形を与えてあれば、その規格が、規格の全部が全て一応決まるということになっているわけです。で、えっと、で先ほど言ったミンコスキ時空の場合は、非常に簡単で、例えば2点間の距離を書いたときに、まあ、4次元の場合、 そうですね、えっと、まあ、ピタゴラスの関係式と非常に近いんですがえっとここの時間の前の符号がこうひっくり返っているという、まあ、ここが非常に特徴的で、まあ、これでこの構造があるからあの異なる単成形で高速度が不変になるという、まあ、性質がちゃんとキープされるということになっています。まあ、いずれにしてもあのこの形の,その距離で定義される軸のことを民国式ティックというふうにま呼ぶんです。 まあ書き方としては、この上の書き方で書いたときは、計量をミ民交式の場合は、エータとして、えっと、この、えー,ーニュ u というのは、対角型の、こういう行列、成分を持つような定数行列の形で表されるということになっているわけです。 それで、えっと、この距離の定義が与えられると、まあ、それに基づいて因果関係ですね民仏式軸によって自然に導入される因果関係というのが、まあ、読み取ることができます。で例えばこの DS2 乗ってこれ2乗って書いてるんですが DT の2乗の前の係数符号がマイナスなのでこれは常に正とは限らずにその 値としては3通りの場合が、えっと、可能になります。で、えっと、まあ、意味的には、まあ、例えばこれ今、4次元で考えてるんですが、ちょっと次元を、空間次元を2つ落として、まあ、こういう空間1次元の場合の、こういう計量で考えたとすると、 えっと横軸に空間座標、それから縦軸にえっと時間座標を取ったときに、まず DS20 が0というその特徴的なまあ領域がえっと決まるわけですね。で、それはあのこういう TX のこういう2次元のこういう平面上だと、ちょうどこの45度の直線ですね。ここが。えっと。 ds2 乗が0の領域になっているわけですねでこれはまああのこ,こからすぐ分かるようにこれ実際あのこれ微分の関係式ですがあの積分してしまえばえっ、ー、と t イコールプラスマイナス、まあ、x ですねまあこういうあの関係になっているんですねまあ原点を通るとすればすだからこれはあのこの軸における光のえっと軌跡を表す関係式になっているわけですね今こうすることはこれ1 あそうかえっと、先ほどの西岡さんの講義でもそうですが断りがない場合はあの高速脱に1というこういう単位形でまあ考えます。だから本当はあのこの t の前にこれ常に c がこうくっついてるんですが、まあ、それを今1という値にとっているのでここで出てきたこの関係式というのはあの光が時間に対してどういう、えっと、空間座標を取るかという光の軌跡の関係式。 で、それはあのこういう TX の二次元平面に書いたとすると、えっと、傾きがプラス1あるいはマイナス1の、まあ、こういう直線に対応するということになっています。で、えっと、この,でこの、えっと、用語としてはこの DS、今書いたのはこの DS2 乗イコール0というラインですが、まあ、これはあの、まあ、光の軌跡あるいはこう塗るというふうに呼びます。まあ、ゼロですね、距離が。距離間隔はゼと。 それからこの DS2 乗がマイナスになる方ですね。これはあの、まあ、この関係式から見たら分かるように、えっとまあ、領域としては、今書いたこのこ,うです、ね、この光の軌跡によって挟まれた上と下の領域ですね。まあ、ここが DS2 乗が、えっと、マイナスの領域になっています。 で、これは、えっと、t と x の関係式で、えっと、見ると、えっと、これ、ds の二乗がマイナスですから、こうなので、えっと、要するに、あの、 これはあの速さが位置より光の速さよりまあ遅い、ちっちゃいというそういう領域になっているわけです。要するには高速に比べてそのゆっくり進むような粒子が満たすようなまあ条件になっているわけですね。で、それがまさにこの上と下のこの領域に対応しています。で、この領域のことをえっとまあ時間的な領域というふうに呼びます。 でこの時間的という意味は、えっと、例えば粒子の運動を考えたときにその粒子が、えっと、通ることが可能な領域のことですね実際に、えっと、粒子の軌跡を、まあ、ここに重ねて書いたとすると粒子というのは光を超えないようにしか動、えっと、運動できないので、まあ、例えばその世界線ですね、まあ、それを一つ書いてみるとこの粒子の軌跡というのはこの2つの こういう領域の間に挟まれた中を通過するということになります。で、ここをまあ時間的な領域と言います。で、時間的な未来、時間的な過去という,こう2つの領域に分かれると。それから、この DS2 乗が線のところをまあ用語としてはまあ空間的な領域。と言います。で、まあ、この絵で言うと、この黄色く塗られてない部分ですね。この右左右にありますが、ここがあの、 まあ空間的ななという形になりますだからその、えー、とミンコスキー時空の距離ということを指定すると、まあ、時空の,その構造としてはある点をその中心として見たときにはこういう3つの,その場合にこう分類できるということになるわけです。 で、これのことを、あのまあ、通常はこう光円水、ライトコーンと言っています。で、ライトコーンという意味は、今、あの空間は一次元に落として考えていたわけですが、まあ、実際あの空間方向は XYZ と3つあるので、まあ、そこまで含めてえっと可視化しようとすると、これはまあ実はこの T 軸をえっと軸として、まあ、例えばこうぐるぐるっと回したような、 まあイメージを持っていただければいいわけですが、まあ、ちょうどあのここ中心をえっと頂点とするような円錐が2つこうくっついているような、まあ、そういう構造になっていますね。で先ほど言ったようにこの時間的な領域というのはこの粒子の世界線を描いたときにその世界線がこの円錐の常に内側をこうに含まれるような形でその粒子が運動するということになっているんです。はいで ああチャットから質問があります。時間的領域での軌跡の各点での傾きの絶対値は1以上ですかと。えっと、1以下ですね。あの高速を超えることはありません、接線が。あ、1、傾き、あ、1じゃそうです。えー、っと、そうですね、縦に立つという意味ですね。はいはいはい。その上です。 でですねえっと、ここまでが、まあ、特殊総対論の世界の話なんですが、じゃあ重力というのは、こういう幾何構造どういうふうに幾何構造と結びつくのかということになるわけです。えっと、その、まあ、鍵となるのが、効果源で まずその相対論とその重力をどういうふうに融合させるかという、まあ、そこなんですがえっとですねえっと、鍵となるのは、えっとまあ等価原理、まあ、弱い等価原理と呼ばれているものでなぜ反性質量と 重力質量が同じなのかという、まあ、疑問ですね。えっと、まあ、これはあの実験事実。我々の 世界ではそうなっているよということなんですがじゃあこれはどう思うかということなんですねでその一つの考え方が、まあ、重力というのを力じゃなくて何か機器の規格構造とみなしてしまうという、まあ、アインサイの考え方なですだからこの透過原理を一番自然な形で、えっと、実現するのはえっと 重力の重力と書くところは力なんですが、これ重力は力じゃなくて、これを幾何学。そしてまあ扱いましょうということなんです。で具体的には、まあ、例えばあの、既にこう例えばあのニュートン重力のレベルで、まあ、同じことがもうできるわけですが、えっと、 ニュートンの重力理論を考えたときに、えっと、まあその基礎方程式としては重力ポテンシャルを決める、まあ、パーソン方程式ですね。こ,うですねこれは解けばあの逆に上速万有引力の法則が出てくるんですね。まあ、それプラス、この重力場の下で、その失点がどういうふうに運動するかという運動方程式ですが、 <力>こうですね。えっと、これは粒子に対する運動方程式ですが、まあ先ほど言ったように、これ、まあ、等価原理、まあ、理由は分からないけど、等価原理というのがあって、えっと左、ニュートンの運動方程式を書いたときに、左辺に現れる M と右辺に現れる M が実は同じものだと思えば、まあ、これは、あの、M が消えてしまうわけですよね。だから、粒子の運動っていうのが、 質量によらずどういう違う質量の粒子に対する運動も同じ運動をしてしまうという、まあ、重力の非常に、えー、と特殊な性質が出てくるということになるわけです。だけどそれがなぜなのかというのはこの重力を力として捉える限ぎりはよくわからないわけです。ですが。 これを幾何学として捉えるとどうなるかというと。えっと、ここちょっとあの甘くなり的にえっと答えを書いてしまいますが。 この重力ポテンシャルというのは実はその単なるポテンシャルという意味じゃなくてあの軽量とまあつながっているという考えなんですね。これはあのニュートン重力の。 話ですだからあの重力の強さというのはそのブラックホールができるほど強いというわけじゃなくて非常に弱い弱,弱重力の状況を考えます。でその時に、えっとまあ、ここで天下り的にあの、えっと、軽量の形を書いたんですが、まあ、こういう軽量の下での 変分ですね。変分原理。今、量子に対する運動方程式をどう出すかという話をしようとしてるんですが、この変分原理というのは、えっと、普通上の解析力学とかで考える変分原理と同じもので、えっとまあ、これはあの2点間の固有時間。 感覚これがえっと極値こういう変分原理ですえっとそうするとえっとまあこれは通常のあの変分原理と一緒でまあ軸図で書くと例えば点 A から軸上の点 A から軸上の B まで えっと、粒子が運動するときにどういう経路を通りますかというその、えっと、経路を求めるときにいろいろこの仮想的に、えっと、この2点間をつないでやっていろいろ揺さぶってやってそのときに1つ決めた経路に対して、まあ、この固有時の間隔をこう、まあ、計算するといろんな部位が出てくるんですがその中で最も固有時の間隔が 小さいか大きいかは別にして極値を取ると、まあ、そういう極値条件ですね、まあ、そこからあのいわゆるオイラー・ラグランジュ方程式が、えー、と決まって、まあ、それを書き直すと粒子に対する運動方程式が出てくるまあそういう中になってるわけですでこの場合はえっとえっと今 考えているその背景となる時空が、まあ、ちょっと,あのゆっくり、えー、とミンコスキーとは異なってこの重力ポテンシャルによってちょっと変形されたような、まあ、ちょっと曲がった時空になっているんですね。でこの曲がった時空上で、まあ、こういう変分原理に対する運動方程式を出すと、まあ、それがあの結果的にこのニュートンの運動方程式と全く同じものを出すということがまあ確認できます。でまあもう少し違う言い方をすると、まあ、結局これはあの勝手な計量のもとでの いわゆる即地線の方程式ですね。まあ、それを出しなさいということになっているわけです。で、即地線方程式の形っていうのは、その実際動いているその粒子がどういう重さを持っているかということとは全く無関係に、単にその粒子が運動する背景の幾何の学だけでも決まるわけですね。まあ、そういう意味ではあの、粒子がどういう質量を持っているかということは 運動方程式の中から全くこうすり抜け,、えっと、抜け落ちてしまって、まあ、結果的にあのその等価原理がちゃんと自然な形であの成立するような、まあ、定式化になるということになるわけです。それで 今ここで書いたのは、えっとまあ、弱い透過原理。要するに、あの、完成質量と重力質量が同じだよという、まあそういうステートメントだったんですが、まあ、それはもう少し強くできて、えっと、 これはえっと、特徴的にはえっと、自由落下系が取れると。この自由落下系が取れるという意味は先ほどの あの弱い等価原理は実は重落掛けが取れるという一つの表現にはなっているあの感染質量と重力質量が同じであれば必ず重力をキャンセルするようなその実験スケールというのがま取れるわけですね。まあ、例えばあのエレベーターに乗っていてこう紐を切ればその中は重落掛けになってその中にいる人は全く足元に働いていた重力からの効力がま消えてしまうという、まあ、そういうことは実現できるわけです。 それをもう少し強めたのが、まあ、強い投下げというもので、まあ、非常にあの局所的な領域に限ってしまえば必ずその重力を消すような座標形というのが取れますよという、まあ、そういう意味です。でこれは幾何学としての意味はまあ非常にまあ明らかでこれはあのリーマン幾何学が持つ、えーっとまあ、局所平坦性ですね。 それが対応してるわけですね。そのどういう曲がった多様体でも非常に拡大していけば、ほぼまっ平らな曲がってない多様体と区別できなくなるよという、そういう性質があるわけですね。まあ、それが、あの、物質的には重落掛けが取れるということと、まあ、対応してるわけです。うん。それで、 あともう一回繰り返しになりますが、その初期、まあ、地線という考え方、これがその粒子の運動方程式に置き換わるものですが、粒子あるいは光、これはあの意味としては曲がった、えっと、軸、 における直線ですねだからあの力を受けず、えー、っと重力場中を勝手に運動するような粒子というのは、まあ、側線方程式にしたわけです。それはニ、まあ、ュートン力学との対応で考えるとこれはあの曲がってるんだけど曲がった空間における直線、まあ、それが側線なわけですね。 まあこういうものに対応しているというそういう対応関係になっているわけです。だから、えっと、ここであのその一般相対におけるその重力の意味が、まあ、全然ニュートン重力の場合とは変わっていてて、えっとまあ、ニュートン重力の場合だと、えっと、重力の影響というのは、まあ、例えば重力をという力 を受けて、えー、っと、まあ、例えば、ペスト粒子の軌道ですね。これが曲がる。まあ、こういう解釈。ところが、えっと、一般相対論だと、ここが、えー、っと、 曲がった軸へのえっと直線運動ですね。というまあそういう見方になったんですね。 だから、結果として出てくる方程式は少なくとも重力が弱いという極限では同じものなんですが、その意味が全く違うというのが大切なところです。うんえー、と、それで。で、じゃあ、その。 今ここまでの話はその既に与えられたその曲がった時空というのがあってその上にあのテスト理試験粒子がどういうふうに運動しますかというところを、まあえっと、説明したわけですがじゃあその時空自身を曲げる原因ですね、まあ、それはどういう法則で、えっと、決まるのかということになるわけですが。 これはえっとアインシュタイン方程式が決めると,ということになります。うん、でじゃあそのアインシュタイン方程式というのは、えっと、どういう構造かということなんですが。 ここでは単に表面的な式の、えっと、見方だけしか解説はしませんが、えっと、非常にまあ、えっと、簡単な式で。えっと、そうですね。 えっと、一応方程式ですから右辺左辺が等しいという、まあそういう構造になっているわけですが、えっと、まあその意味としては、この左辺には、えっと、幾何学量ですね。まあそれが来ています。で、えっと、G っていうのは軽量で、ここで R って書いてるのは、これは、 R で添 o 字が2つついているのは、えっと、リッチ曲率と呼ばれる、えっと、リーマン何学の非常に基本的な規学量である、リーマン曲率からあの作られた曲率を反映するような規格転送です。で、この右辺は何かというと、 t ミニューと書いてるのはこれエネルギー運動量テンスルですから、これはあの物質の情報をここは担っているわけですね。物質のえとまあ質量エネルギー。 まあだからあの物質の質量エネルギーとその軸の幾何学、まあ、曲がり方がこうつり合ってると。だから物質のエネルギー次第でどう曲がるかというのが軸がどう曲がるかというのが決まってるよという、まあ、こういう意味を持ってる方程式になってるわけです。うん。で、まあ大体で、えっとこの R の中身を書かないと実際これ,これが 単なる大数方程式ではなくてこれは実は変微分方程式になっているわけですがえっとまあ一つの見方としては未知数がこの計量 g m ですねまあこれはあの4次元の時空点のえっと関数になっているわけですがで4次元の場合だったらえっとこれ独立な成分はまあ10個あるわけですね。 だからこの道関数 G を含むような、えー、と非線形の変微分方程式になってるわけです。二、うん、回、2回の非線形。えー、と変微分方程式ですね。 だから実際あの、厳密に解こうとすると、これはなかなか大変な方程式になっているということです。で、まあ、ここではあのこれを解,解いたりはしなくて、えっと、中身についてもこれ以上のことは、えっと、言及しないですが、えっと、これからの話は一応あの、このアインシュタイン方程式をから得られる厳密解の例ですね、まあ、それをいくつかこう見ながら、軸、まあ、構造の理解の仕方というのを、えっと、説明していきたいと思います。 えと質問よろしししいいでしょうか、はい、お願いしますあの例えばボールを投げた時の運動のようなものを考えると、まあ、そのボールの速さによってこう落ち方が違うわけですが、うんうん、そういうその曲がってる投げ上げ運動をそれらはそれぞれ直進しているように見るんでしょうかえっとだから直進という意味ですがえー、っとここで言ったようにあのニュートンの運動方程式も、まあ、適当なその状況のもとでは まあ、即地線方程式として理解でできるわけですねいうのは、まあ、例えば2点間を結ぶその最短の曲線という意味合いがあるわけですがそれは常に直線かというとそうではないわけですね。はいうん、という意味です。だから曲がったこう軸の中で最短距離を、はい、えっと取るような直線を描けたらそれは概念的な直線なんだけど、えー、実際はこの曲がるわけですね。見る立場によるわけですね。ですね、えー ただそれはあの力を受けて運動しているわけじゃなくて、まあ、自然にその最適化された曲線をちゃんとしたってその動いていくということになります。あ,あ,あ,ありがとうございます。だからあの、その粒子と運動している粒子によっている人から見れば、何も力、外力を受けていないわけですね。重落下系なんて。ということですね。すいません。どあどうぞ。うん、一目ですあ アインシャン方程式の見方なんですけど、まあ、物質場の物質場が要するに何か軸を作るっていうふうによく言われると思うんですけど、はい、あのこれって物質場の変化に、えっと、瞬時に軸物質場の変化に瞬時に応じて軸っていうのは変わるんでしょうか,なんか全く遅れもなく。いや違いますあの。実はこれはあのいわゆる双極型の方程式になってるので、ちゃんとあの高速度です、ね、に従うような因果的な その時間差みたいなのが常にあります。だからニュートンの場合はそうじゃなくてあの単にポテンシャルと力として、えー、と重力が定義されてたのでそういうあの因果的な関係が全く欠落してたわけですね。ところがその一般相対論の場合はそうじゃなくてちゃんとそういう因果構造もきちんと組み込まれた形になっています。あのも,うもう一つなんですけどこれって その幾何学量が、うん、その時空の入れ物の変化っていうのがその物質を生成するのあできます逆というかえっとだからあの今説明したのは右辺与えて左辺を決めるという言い方したんですが、はい、実はそんな単純なものなではなくてこの右辺の中にも実は計量がこう紛れ込んでるわけですね。はい、だからそういう意味ではどっちがどっちを決めるという言い方はなかなか難しくて。 逆にあの好き勝手な計量を手で与えてやって、それに対応するようなエネルギー運動量点数を求めなさいという、そういう計算もできるわけです。はい。あ、そうですね。なるほど。ありがとうございます。あ、すいません。あ、聞こえないか。どうぞ質問あ、聞こえますか。聞こえてます。 すみませんあの、さっきの質問なんと似てるんですけど、即地線方程式で得られるのは運動方程式そのものって思ったらいいんでしょうかそうです。だから、初期条件とか入れて解くとかっていうのはまあ全然別の話で、運動方程式だけが得られるってことえそうです。あ、分かりました。はい。あ、すみません。どうぞ。 あちょっとあんま詳しくないので分かるんですけど、ね、エネルギー運動テンするの取り方ってユニークなんでしたっけえっと、例えば物質の種類を規定すると、ある程度ユニークですね。例えばあの完全流体とかだとどういう形だとか、はい、あるいはそのスカラバだとどうだとか。だからなんか、えー、っと作用を決めるとユニークに決まるんでしたっけ 採用例えばあのカノニカルな意味でのエネルギー運動量テンの定義っていうのはありますよね。はい、まあそういうのを採用すればその定義では意味ですよ、ねはい。あだからカノニカルを取るって決めちゃうということですか、ね。そういうことです。そこ,そこをなんかえっと多分定義はなんか他にもなんか,あったかいや多分それはあの問題によって結構その辺いやらしいところがあったような記憶があるんですが、はい、問題によったらそのどういう T の定義を用いるかによっていろいろ。 何か答えが変わってくるとか来ないとかという話もあります、ね、あじゃあエネルギー運動用テンソルのその取り方によってはえっとアインシュタイン方程式の解が変わりうるそうですね T 自身の形が変わればそれに対応する計量の形も変わってきますねははあはあわかりましたありがとうございます、はい、えっとそれで 厳密会の例ですが。 ここであの、軸図っていうのを導入をしています。まあ、軸図ってっとあのさ、実はさっきのあの、ミンコスキー軸の時の光円錐ライトコーンの説明の時に既にあの導入はしてたんですが、まあ、要するに横軸に空間軸、縦軸に時間軸をえっと書いてやって、その中で因果構造ですね。まあ、それを可視化するというのが、まあ、軸図という意味になります。で、まずあの、厳密解の例の最初として、ミンコスキーですね。 まあこれは、まあ、さっきすでにもう、定量の形は書いたわけですが、えー、っと、まあもう一回ちょっと書いておくと、えーとまあ、先ほどあの、こういう直行座標で、XYZ 座標で書いたんですが、ちょっと後々のために、ここあの、 えっと、Q 座標で書いときます。この空間部分ですね。X,Y,Z の代わりに Rθ、ファイを使って、まあ書くことも当然できて、こうですね。こういう形ですね。で、えっと、これからたくさん何回も出てくる組み合わせとして、ここの角度部分の えっと、センスですね。ここを、まあ、これ要するにあの、球面上、2次元球面上のあの、えっと、距離の式になってるわけですが、まあ、ここはあの、記号として D オメは2乗というまあ、これから書くことにします。これは2次元球面の中の上の、えっと、距離ですね。はい。それで、で、今からやるのは、実際この、 ミンコスキー軸の軸図をちょっと練習を兼ねて具体的に計算を交えながら書いてみようということです。で基本的なあの考え方は今からある民工軸軸の取り扱いの中にもう全て入ってるのであとはそれのようでまあシュワルツシルトとかドジッターとかまあ好きな軸の場合の軸図が書けるようになるはずです。 でまず考え方は、えっと、コーザルストラクチャー。まあ、これを理解したいので、これはあの光がどういうふうにその伝播するかということで、一応因果関係、まあ、要するに光塩水がどういう構造になっているかということですね。で、これをまあ理解するために。 光,光の、えー、っと電波ですね、えーっと。これを考えます。電波で。あと、ちょっと注意として、まあ、以後の取り扱い、これ角度方向の変化も含んでるんですが、まあ、簡単化のために、えー、っと同型方向のみ。 にしますだから、えっと、この角度の変化はゼロですから、この d オメガって書いてるここの部分のこの距離の行ですね、これは全部あのゼロにします。まあ、そうすると、r だけがこう変わるような光の運動がまあ出てくるわけです。で、まず、じゃあ、具体的にやってみると、えー、っと、 光の軌跡は、えっと、塗る条件ですね。光というのは DS2 乗が0。まあ、それを満たすので、この塗る条件を書いてみます。そうすると、えっと、この上に書いてある形から、これもあの、さっきちょっとやったんですが、こうですね。これがあの、光の軌跡を決める方程式になるわけですね。ここので、これを書き直すと、DR、 dt イコールプラマイ1と。まあ、こういうあの微分の関係式、まあ、微分方程式ですね。まあ、これが出てくるわけですね。だから、これを積分すれば、えっ、ー、と、r イコールプラマイ t プラス、まあ、コンスタントと。という形に、えっと、この場合の、えっと、一般解ですね。まあ、これが得られるわけですね。じゃあ、えっと、これが、 何を意味しているかということなんですが、まあ、これはもうそのまま図に書いてみるわけですね。これはあのコンスタントというのはいろんな値を取りうるので、ここの方程式というのはこういう曲線群をこう与えるわけです。で、それを書いてみると、えー、っと、まあ、縦軸に時間、それから横軸に、今、同型方向だけですから、まあ、例えば0から。 でこの上にあのこの曲線を書いてやると、まあ、定数コンスタントの値を変えながらまずこれあのプラスマイナスで出てきてるんですがプラスの方のえっと曲線を書くと、まあ、この右上がりのこういう直線が出てくるわけですねで今度はマイナスを取ると今度はこういう曲線になる 曲線という直線ですね。まあだからあのこれ全部あの光それぞれ一本一本がこの右に進む光左に進む光という光の軌跡を表すわけですがこの光の軌跡によってこの二次元平面があの座標に座標がこう,う自然に入るわけですね。でまあこれがあのえっとまあこれで一応そのこの場合の えっと因果関係がどうなるかというのが理解できて、先ほど導入したあの光塩水がどうなっているかというのは、結局、勝手な点1つ決めて、右に進む光、左に進む光と、この2つの間に挟まれた部分がえっと光塩水という意味だったので。チャットから質問で、r は性の領域だけですかということ。とりあえずはそうです。とりあえずはそうしています。から、えっと まあここでちょっと打ち切って書いてあります。えっと、各点、各点、好きな点を選んで、そこを中心にして、未来向きの光円錐っていうのをまあ書き込むことができるわけですね。まあ、どこで書いても全く同じ構造なんです、学の場合は、うん。まあいいか。まあ、だから例えばこんなものですね。 だこれがあのこのミンコスキー時空の一応因果関係をまあ一応図示したえっと絵になっているわけです。うんでえっと、ちなみにですね、まあ、次の話のために今この tr というその最初に導入した座標を変数を使っているんですがそうではなくてえっと塗る座標という変数を 導入すると便利なこともあって、まあ、これは、まあ、例えば U として t-r、V として t+,r ですね。まあ、こういう定義をてくださいと。まあ、そうすると、あのこのヌル対標で書くと、この光の軌跡の方程式はどうなるかというと、まあ、この左に書いてある一般解からもすぐ分かるように、これともともあこれ、定数になるんですね、当然。 UV の座標変数が単独で定数というのがこのヌル座標で。でまあ意味としてはこの UV というこのラベルで書くと例えばこの右,右上がりのこの直線ですね。えっとこれは、えっと、V イコーってか。まあこういうえっと曲線群に対する一つのラベルの値を指定していることにな で左上がりのこの曲線というのは、えっと、これは、えっと、U。あれ逆か。これが V。逆ですか。V。逆ですね。こっちが U が一定で、こうです。こうですね。うんまあ、いずれにしても、まあ、ちょうどあの45度こう回したような、まあ、そういう関係になっていくるんですね。で、 まあこのヌル作表を使って計量をまあ書き直すこともできて、これは ES20 イコール、こういう形に書くこともできますま。これはあまり今は使いませんが、ここはまあはい。 でだから、今持ち込んだこのヌル座標というのはちょっと後でも使うんで、もう一回別に書いておくと、ヌル座標の座標軸というのは、えっと、こうですね。こうなっていた。こうです、ね。ちょうどもともとの TR の座標を、えっと、45度傾けたようなで座標軸はまあこういうふうになったということですね。はい。これが民工式。えーっとミンコスキ の場合の軸図となります。っ、うん、と、待てよ、はい。じゃあ、次の例として、ブラックホールの場合ですね。えっと、多分このブラックホールの構造を理解するというのが一番 大切ななところでで、まあ、結構ひじめなわけです、えっと、シュワルツシルト時空という、まあ、これもあのアインシュタイン方程式の厳密解の一つ最も単純な球対称厳密解ですね真空の場合の厳密解です。 でこれはあのブラックホールです。えー、っと、アインイ方程式は真空解ですから、まあ、先ほど書いた右辺をゼロにした場合のこの式です。まあ、これを厳密に解くと、シュワルシュルト解が、えー、っと出てきます。で、係留の形としては、えー、っと、最初は完全な形を、高速入りで、 こういう構造になっています。うん、で、えっと、この計量はまあ見るといろいろすぐ分かることがあって、えっと、この R が 2Gm。えっと の一ですねここであのこちら、えっと、このカッコの逆数になっているのでこのカッコの中身が0になるとこの2個目のこの係数が発散するわけですねだからちょっとこれなんかおかしいっていうかまずいことになるわけですただしあのこれは実は えっと、単なる座標特異点であって、あの、機械学はここで別におかしくな、おかしくはならないということが、まあ、後々わかります。まあ、まあ、だけど、この、RG と書いた、この、えー、っと、まあ、これから、あの、この 2M というふうにちょっと省略して書きますが、これ、まあ、高速イコール、重力乗数イコール、まあ、1という、こういう単位形ですね。まあ、C も G も1にした単位形で、単に 2M というふうに。 ことがありますので、ちょっと、まあ、注意してください。ここ、まあ、これは、あの、重力半径。呼びますが。あるいは、えっと、シュワルツシルド半径。これは、この時空の、えっと、典型的な、そのサイズを与える、非常に、まあ、重要な。えっと。 半径ですで、後から分かるようにこれが実はブラックホールの地平面の場所だということになります。それと、えっとまあ、計算はしませんがじゃあこの計量とこの時空というのは特異性が何もないかというとそうではなくて原点だけにはあの本当の意味での何学的な特異性が残っています。 それを見るには、例えば、えっと、これリーマン曲率のから得られる普遍量ですね。まあ、こういうものを評価してみると、えっと、これが、えっと、計算はしませんが、R の65分の1という、まあ、こういうあの、R の意図性が出てきます。だから、これ R0 にしちゃうと、こう、規格量が発散するわけですね。規格的な普遍量が。だから、そういう意味で、その R イコール0は、 特異点。本当の特異点ですね。になっているということですね。はい、じゃあ、この場合に時空、えっと、図を書いてみます。 えっと、ミーコ式でやった場合と同じです、考え方は。えっと、塗る条件。まず書いてあります。えっと、0イコール、DS2 乗イコール。えっと、重力半径をもう RG というふうにちょっとまとめて書いて。 えっと、角度方向は先ほどと同じようにこう考えないと。と、同型方向に進む光の運動方程式というのは、まあ、ここから出てくるということになります。で、さっきと同じように、まあ、これあの、整理すると、dtdr イコール、こラマイの、えっと、r÷r-1 か。こうですね。えっと、こういう、あの、非常に単純な、えっと、すぐ解ける、ま、微分方程式が出てくるわけですね。 プラスマイナスはあの R が大きい方向に行くのか減る方向に進むのかというその符号です。右か左かというと。で、これを、えっと、積分すると t イコールプラスマイナス R プラスこれあ積分すると6が出てきます。もう6の振る舞いが非常に重要だということが 後々、わかります。こうですね。えっと、まあ、これ、ここね、まあ、簡単にこうできるわけですね。で、えっと、このログが出てくるんですが、えっと、このログの部分ですね。ここ。このカッコで囲んだ部分ですね。で、この組み合わせを、えっと、まとめて、えっと、R スターというふうに置きます。えっと、このログを含んだこの R の部分ですね。で、これを、えっと、 うん、これまあ専門用語としてはトータスコーディネート。亀座標。こう呼ばれる。であとは今光の軌跡が得られたのでこれを時空図に書いてみるという。 作業をするわけですが。えっと。そうですね。で、まずちょっと注意しないといけないのは、RG のところでログの中身が0になるので、これ、ちょっと。 危なないことになるんですね、まあ、だからそこを一応念頭において RG のところはちょっと要注意ということですね。で、えっと、それで、えっと、重力半径 RG より大きい領域、まあ、この今書いた軸図の,この右の領域ですね。まあ、ここではログ的な振る舞いがあるんですが、まあ、遠方に行けばログよりか R の方が早く立ち上がるので。 全近的には先ほどのミンコフスキーと同じような構造になっているということが期待されるわけです。で、えっとまあ、そういうことを踏まえながら、まあ、例えば何本か書いてみると、ちょっとあんまり正確ないじゃないですが、まあ、今、これ外向きに出てく光の軌跡をまあ書いてみた。まあ、例えばこういうふうになります。でこ,れあのこちらは左 ここに遡っていくといくらでもこの RG のところに全勤するようになります。今度は内向きの光を書くと、まあ、例えばこういう感じです。こんな感じになります。だからこれでまあ大体その重力半径の外側の時空の構造、まあ、今光の軌跡を書いたんですが、まあ、これで。 えっと予想がつくわけですね、まあ、例えば光塩水を、まあ、各点で書いてみると、えっとまあ、基本的には民工スキの場合とほぼ同じでこんな変なことは起きてないんですがただこのコーンの開き方はあの場所によってこの変わるような、まあ、そういう軸構造になっているんですねこの座標形のもとでは民工スキの場合では、まあ、どの場所でもあの 円錐の広がり方はこう45度になってたんですがこの場合こう曲線の形で光が走るのでこの場所によってこの方ーンの広がり方が変わってくるということになります。でところがこの重力半径の内側だ結構変なことになって入れてえっと やっぱりこのログ RG のところでログ的にあのえっと重力半径のところで全近してて、まあ、そこを横切ることはないということとあと光塩水のえっと向きが内側ではこれ45度あ90度こうひっくり返ります,す、ね、今のこのえっと TR っていうこの座標の下での軸角測 だから、えー、っと、まあ、ここの、とりあえずこれで一応そのまま時空図を書いたというだけなんですが、ここから読み取られることは、RG で時空の領域が2つに分離してます。だから RG を横切って、その、えー、っと、行き来するような光というのが、 全然存在してないということですね。それと、えー、っと、RG の内側では光塩水が横倒しになっていると、まあ、そういう、えー、っと性質があります。 でいずれにしても、あのちょうどこの RG のところを通過するような光が欠けてないということは、これは、まあ、単にこの座標が悪いということなんですね。まあ、RG がカバーできてないわけです。でこれはまあ座標が単に悪いだけ。 でまあ、これは単に座標の問題だから違うもっといい座標と取ればこうではなでえって。質問が一つあります、ね。はい、光円錐が横倒しになっているということはどういうことですかどういうことかという,、えっと、ど,うどういうというのはこの座標形で書くと時間、えっと、R というのが空間的な座標という意味ではなくなっているよという意味ですね。座標の意味が。単にあの 座標変数というのは座標のラベルなのでそれが時間的な座標なのか空間的な座標なのかということとはまあ独立なわけですね一般には。で今採用しているこの TR という座標は地平面の内側だと R というのが時間的な座標になってしまうよというそういうこと あいいですかそれによってその今、我々がこの,ブラ,ックホールのそブラックホールの中にいたりするみたいなことは言えたりはしないわけ、あ外にいるってことは言えたりはしないわけですよ、ねえ。えっと、我々と言っても、我々っていああいや地球の話ですけど、地球がブラックホールの中に <laughs> 仮,想仮想的にはあるかもしれないみたいな妄想は。ちょっと待っ,てますよちょっととよ それはどういういことなのかがすぐには分からないいやそれに似た話、議論というのはあったりするんですが、だから宇宙の地平面というのが、地平線というのは実はブラックホールの地平線みたいなので、我々がブラックホールの内側にいると解釈できるとかできないかとかいう話はありますよね、確か。ただ、それはそうだとしても、それは多分今の話とはあまり関係ないというのは関係なくて、今ここに書いてるのは単にあの、 PR という座標が、えー、とブラックホールの内側に行ってしまうと時間と空間が役割がひっくり返るよということを言ってるだけなので、うん、じゃあその P と R の役割は、えー、とそのブラックホールの、えー、と外側と中側で違うっていう話なんですこの座標ではっていう次あの違う座標とるとこんなことは起きてないんですが、えーえー、とじゃあ、えー、とブラックホールがまと、あ、その P と と t と r を入れ替えるみたいなことをすると、えっ、ー、と、ブラックホールの中側で、そのコーンが、えーまあ、縦向きになってるみたいな、あ、でもそうか、t と、うーん、みたいなことになるんですかね、うん。いや、まあ、いずれにとも、これ、あの、非常に、まあ、形だけの問題なので、 まあ、というのは、まあ、今言ったようにこの今の座標形というのはそういう意味でその物理的に、えっと、そのシリアスに考えてどれだけ意味があるのかというのは僕はよくわからないんですが。すみません補足いいですかあの 倒れてる理由を説明すれば何か分かるような<ん>座標からなぜ倒れてるかを説明をすればというとそれはあの今、フォク版の一番上に書いてる計量の形ですね。まあ、それを見たら分かるわけで、えっと、今、普通は DT の二乗の,の前にマイナスが出てますが、その地平面の内側に行くとそれがプラスになるわけですね、ィに。で、空間座標 DR の2乗の方がマイナスになると。まあ、シグナチャーが、ものヒーターでひっくり返るわけですね。 経ーのこと、形として。まあ、それが今、えっと、イカ連水が横断しになるっていうかい。あ、納得しました。うん、ありがとうございます。すはい。すみません。ちょっと、よろしいでしょうか。はい、あの、この方程式、どの、えっと、境界条件について、お伺いしたいんですけども。はい、多分、あの、なんか、無限で平坦だっていう境界条件で、解かれてるんだと思うんですけれども。いや使ってません、そういうのは。 ただヌルの方程すみません、あすいません、せんえー、とそもそものしわる中和解を出すときのことです。えっと、真空解ということだけですね。真空解で球体称、急対象。で,で、えっ、ー、と、無限で平坦とかっていうのは使わないの使いません。使う必要はないですね。ああ、えっ、ーえー、と、境界条件使わないで解けるんですか急対象の場合はですよ。球体称の場合は,一般的には 指定的にとまで入れて、まあ、入れなくてもいいんですが、入れてしまえばもっと明らかで。あ一般的にはその境界条件というか、時空の境界については、何もなんか手持ちのデータっていうのはないわけですよねそれはこちらが勝手に一般的には指定しだから境界条件といえばあの、積分定数として質量が残りますよね、それだけですね。はい <laughs> えた例えば、その対応体として、R4 に埋め込めないような対応体でも大丈夫なんでしょうか埋め込むとおっしゃってるのはどういうあいや、なんか最初、その、そうか、別に問題ないんですか。えっと、別に埋め込みとかは考えてないですね。うううんんん わかりりままましたありがとううございます、はいすすせんはい、どうぞ、えっと、イベントホライズンの内部もシュバースシュートメトリックで書きてるっていうのは、えっと、重力崩壊の後に質量が全部原点にいってるっていうのを仮定しています,い,すいや重力崩壊とかは一切考えてません単に真空解を出してるだけです えっと、つまりその、はいえっと、柴シブラスシュトメトリックになるためには性的球体症で、かつ真空領域で書けると思うんですけど、はい、今なんかそのイベントフライズの内部で柴シブラスシュトメトリックで書いてるってことは、えっとまあ、要するに真空領域だと思ってるんですけど、はい、だ,だと思って書いてるわけじゃないですか。と、はい、いうことは、原点だけに質量があると思ってるからていと質量があるかどうかは分からないですが、原点にだけ得意点があるということですね。 えっと、あなんか現実の場合はそのちょっと幅があるんでしょうかそのいやだからまだ今は現実,ここでは現実の話しなもしてなくてたに厳密ミがこうだということ以上のことは何も言ってないのであともうちょっと後にするとその重力崩壊の話がちょっと出てきますのでまたその時にあっす,す,すいません 今の話なんですけど、M はだからなんかその方程式を解いた結果出てきた、まあ、積分定数みたいなもんだと思ったらいいってことなんですかそうです,そうです、そうです。単なる積分定数で、これがあのニュートン重力の場合の質量に一致するっていうのは、ニュートンとの,その比較をしないとわからないわけですね、意味として。あ<ー>そういう意味では、全近,近的な振る舞いを、えっと、比較して、これが本当に質量 M っていう意味だよというのは。 えっと、そういうい理由ででけけをしてるわけですね実はただまあ何も知らなくてもその多分、ええ、定数という意味ではそのまま解として出てきたものでまあそれがまあ一致するってことも示せるってことなんですよ。ありがとうございます。あすいません。えっと M の符号もコメントしておいた方がいいんじゃないですかね、積分定数だったら。M が符だったら裸の得意点で別にホライゾンない解も一般ぱい解としたわけですね。ああ ニュートンとの比較っていうのを考えてたので、そういう意味では、まあ、頭から M は正義と思ってたんですが、これ、解としては M が負でもいいわけですよね。で、M が負だとあの地平面がこうなくなって、得意点がもうむき出しになる、まあ。そういうちょっと変なことになってるまあだけどそれは一応厳密かよな、この一つで、そういう振る舞いも含まれるということです。あすみません、よろしいでしょうか。はい、はい、どうぞ。 あの先ほどあのオメガの、オメガは実は含まれてるんだけどっていうことをちらっと言われたと思うんですけども。 オメガ,オメガ、えっと、D オメガですね、はいはい、同型方向あ<ー>あの。この絵の中でオメガはどういうふうに見たらいいんでしょう、えっと、いや、オメガはあの無視するといったて、同型方向の運動しか考えませんよと、じゃあ、その同型方向に、ね、運動しているものは、この絵からは見えないっていう理解でいいですかいや、同型以外の、例えば円運動しているようなものは分からないわけですね。あ、この中には含まれていない、はいあ、分かりました、ありがとうございます。ちょっとよろしいでしょうか、すみません。 ラージ M というのは質量だということなんですけども、はい、今、光の場合は、まあ、質量がないわけですね。そこは何、えっと、か極限を取っているんでしょうか。あ違います、えーと、ちょっとその辺混乱されてるかもしれない。ううののはこれ重力源の質量という意味ですねで今、ここで軸図で書いてるのは、そううその重力源があったときの,の周辺を運動するテスト粒子の運動を考えてるで、はい 重力源の振る舞いはあのアインシュタイン方程式の厳密解としてこう計量が出てくると。で今、軸図でた解いてるのはその重力のえっと分布が分かってる場合にまあテスト粒子の運動ということであの軸図を書いてるということです。ありがとうございました。はい、えー、っと、それで今あの座標がちょっとまずいのでどうしようかという話になってたんですが、えっと、それを回避する。 まあ、新しい、えっと、座標を、これちょっと天下り的ですが、えっと、導入しますで。その時間座標をちょっと定義し直してやって、新しい時間座標を、も、えっともとの、えっと、t, r, r star から、まあ、こういう形で定義してやりますで。これ何やったかというと、結局この r s t a く r って書いてあるんですが、 これはあの、今、光の方程式の中の解の振る舞いとして、このログが出てきてるせいで、まあ、この点々という地平面がちょっとうまくカバーできなかった,出なかったわけですね。だからそのログの振る舞いを、まあ、どっかにあの吸収してしまえという、まあ、そういう考え方です。だから、えっと、ここは実際、まあ、定義からわかるように、えっと、まあ、単独で、 ここがあるログの振る舞いになってるわけですね。だからこの発散するログの振る舞いをひっくるめて新しい時間座標を一つこう定義しなさい。まあそういう意味です。そうすると、このもとでは光の軌跡が一つの方向に対してはログを含まないような形で書けてしまいます。 今、内向き、外向きの日本の光の軌跡をこの T バーというその新しい時間変数を使って書き直したんですが、これが内向き、外向きですで。内向きの軌跡に対しては、表面上、ログ的な振る舞いが全くまあこの時間座標の定義のおかげで消せている形になっています。で、この場合の 軸図を書いてみると、今度は時間軸は t バーですね。まあ、こういう平面に書くということになります。まあ、そうすると,、えっと、重力半径より大きいところでは、えっと、外向きの光の振る舞いは、まあ、先ほどと変わらないんですが、えっと、内向きの光は、 今度は直線になります。こうですね。今、t バープラス r イコールコンスタントというその線を書くと、これは当然直線になっているわけですね。で直線で何の障害もなくこの重力半径を横切って内側に侵入していくと。で、他の曲線も書いておくと、こうですね。例えば、 こういうい構造になりますで光塩水もついてに、ね、書いておくと,、えー、とこの外側の領域は内側のに進む光の傾きこれは常にあの斜め45度に進むとで。かつ地平面の内側に入っても光塩水の向きは先ほどと違ってこうひっくり返るようなことはなくて、まあ、ちゃんと上向くとい、まあ、こういう非常にまあ望ましいというか最もらしいような 時空構造がこの座標では出てきます。でちなみに、えっと、この座標のことを、えーっとえー、っとエディントン・フィンケルシュタイン座標、T バーを使うときですね。 えっと、まあ、アドバンスト。と呼びます。だから、これで、まあ、一応、一通り、えっと、ブラックホールの時空構造というのは理解できます。で、r イコールゼロというところは、まあ、最初言ったように、ここは本当の意味での記憶学的な特異点なんですね。この軸上。で、それに対して重力半径というのがあるんですが、この重力半径というのは、まあ、この、 座標形で見たときには、えっと、光が一方方向にこう通過できるような、まあ、面になっているわけですね。これ外から内側には光が行けるんですが重力半径の内側から外に光を出してもここを横切って外に抜けることはできなくなっているわけです。だから まあ最低限、のこの図の見方さえ理解できれば、ブラックホールが何なのかということが理解できたということになるかと思います。鉄一応まとめると、重力半径 RG は、これは一方方向、一方通行の面であると。 えっと、入れるが出れないと。でこういう便のことを、えー、っと、事象の地平面を呼びます。イベントフライズですね。それから、 えっと、このような,このような、えっと、イベントホライズンを持つ、えっと、時空のことを、えっと、ブラックホール時空といいます。 それから、えっと、この特異点ですが、特異点は r ロ特異点、これはイベント・オフ・ライズに、えー、っと隠されていると。えっと、外からは見えないですね。 まあこういうあの性質が、この軸図からまあ読み取れるわけです。うん。はい。で、えっと、時間あ、あとちょっとですね。はい。それで、えっと、このエディントン・フィンケルシュタイン座標、ま、あ t バー r r って、これで、えっと、書いた計量ですね。えっと、それを書いておくと、 これは次の話への布石になるんですが、えー、っと、まあ、t バーという座標変数を使ったんですが、まあ、この t バープラス r って書いてたのが、えー、っとこの内向きの、まあ、光ですね、まあ、直線になっている。 光の、えっと、方程式を表す組み合わせだったわけです。で、これは実は、えっと、元々の変数で書くと t プラス r スターという、まあ、これは民国式の時も出てきたように、えっと、時間座標と同系座標の足し算ですね。まあ、この組み合わせっていうのはノル座標と呼んで、まあ、V というふうに書いてたわけです。まあ、こういう組み合わせになっているわけですね。で、これを使って、えっと、 ルチェト計量をもう一遍書いてみると、こうですね。こういう形で一応計算はできます。で、この形を見ると、地平面のところで、この DT の以上の前の係数が0になるんですが、だけど今、この DR、DV というこのクロスタームが残っているおかげで、 地平面直上でも、まあ、この計量というのは別に得意シンギュラーになってなくて、まあ、普通なまともな振る舞いをしてるわけです。でそれをやったのはこの軸図の表現にやってるわけです。ただしあの本来あのシュワルツルロト解というのは、えっと、時間反転に対して不変な解なんですね。t をマイナス t にしてもそれは解になってる。ところがあのこの形で書くとその時間反転の不変性というのが、まあ、破れてるわけですね。 この内側にこう入る光だけが手で選ばれたような表示になってるわけです。これはまあなんか不思議なわけです。じゃあその時間判定不変性をちゃんと、えっと、リスペクトするような座標が取れるのかということがちょっと、まあ次に考えたいことになるんですが、まあ、それはできてですね。 まあ例えばばこうすすればいいですね今、このヌル座標というのを V の方だけえっと持ち込んだんですが、そうじゃなくて、U っていうか、引き算の方ですね、T-R スターという、この U というヌル座標も同時に導入してやって、まあ、計量を書いてあれば、えっと、この時間判定に対する普遍性をちゃんと保つような計量の形が出てくるわけです。 でそれをやってやると、まあ、こういう形で比較的きれいな形になるんですが、ところが、これはあの、まあ、U と V が同じ形で入っているので、そういう対称性がちゃんと保たれているわけですが、この形だと地平面のところで、このメトリックの係,係数がまあゼロになって、やはりこれはまずいわけですね。そこであの、えー、っと座標得意性が。 何か現れるというそういう表現になっているわけです。じゃあどうすればいいかというと、まあ、これを少し、えーとまあ、変形というのか、まあ、ここから少し拡張することで、えー、とちゃんとホライズン地平面における座標特異性を回避するような新しい座標が、まあ、導入できます。 まあそれがあのクルスカル座標と呼ばれる座標系で、えっと、そうですね。で、だからこれは。まず、が。 得意というのか、その地平面を横切って、えっと、カバーできなくなるというんですが、でそれを回避するために、えー、っと、新しい座標変数を探すということをやります。で今日はまあそこまでやってちょっと終わりたいんですが、10分ぐらいいいですかね。えー、っと。 この地平面金ので何か座標がまずくなっているので、とりあえずこの近傍だけの,その振る舞いを考えてみます。でそれは、えっと、R スターというそのトータスコーディネートというのを導入したんですが、まあ、その形で見ると、グ、まあ、が発散するわけですね。この地平面近傍だと。 だからこの r star という変数はこれプラス r っていうのはもともとの r star の定義だったんですがこのログの,の部分が支配的になっているのでこういう振る舞いをしているというふうに考えられます。でこれあ,の、まあ逆にひっくり返してやると地平面近傍では、えー、っとこの関係式っていうのはログ、まあ、を ひっくり返すような形で書くと、まあこういう関係式になります。で、このプラスマイナスというのは、えっと、地平面より内側か外側かでプラス、あるいはマイナスという、まあそういう切り替えるという、こうなの、まあ絶対値記号ですね。まあそれに対応したでえー、って、で、あるいは、これを、えっと、ヌル座標、UV で、まあ書き直すと、こうですね。まあこういう形に。 けけるわけですね、まあ、それはえっとこの上のこのヌグ座標でいいです。で、えっと、プラスは、マイナスはこういうです、でこれを使って、今、得意になるよと困ってたこの計量ですね、まあ、この形を地平面金棒でちょっと書いてみます。 計量は DS20 というのは地平面近傍での形っていうのは、えー、っと、こういう形に、えー、っと、 と、なんかうまいことは、あの、ちょうど U の部分と V の部分の変数を含んでいる、この2つの因子の掛け算という形に分解できてしまいます。で、これは結局、あの、地平面近傍でのこの R の振る舞いですね、R とこのヌル座標の関係から、こういう構造になるよということが出てきているわけです。ということはですね、ここを見て、えっと、ここの組み合わせですね。 ここを新しい座標変数、まとめて新しい座標変数ですね。に定義してやれば座標の特異性がうまく回避できるだろうということが期待できるわけです。そうすると、結局、 えっとそのことを見返して、新しい座標を次のように定義します。これ単に座標の定義ですで。大文字の U というのを、えー、っとこの左に書いてる形から一応期待できる、えー、っと形ですね。 まあこういうふうに定義していますで。プラスマイナスというのはフライズの内側か外側かで、えっと、マイナスプラスの符号を切り替えるというで、これをあの今度は禁じなしに元の計量の形にまあ代入してやります。あ、そうか、まず、えっと、禁じして、とりあえずこの左に書いてあるこの式ですね、まあ、それに直接これを代入してやると、 えっと、この DS2 乗というのが、ちょうどうまいこと座標特異性が表面から消え落ちたような形で、計量がかけてるということになります。この UV の単なる掛け算という形ですね。うん。で、この時に、えっと、この UV の範囲ですが、どうなってるかというと、この U という変数は、 えっとこの定義からマイナスプラスからすべての範囲を動くのでまあこういう範囲でこの V の方はえとこれは正の範囲ですねまあこういう範囲を動くよということになるんですねでだからいずれにしてもでこの時にえっと地平面最初問題になってた地平面はどこに来るかというと U イコールゼロ これがちょうど地平面ですね、重力半径のところに対応しています。だから、一旦この形を受け入れてしまうと、何の障害もなくその地平面のところを作業がカバーできてるということになってるわけですね、いつも。すみません、今これ UV をなんか無次元で取ったのはなんかかがあるんですか無次元です。で取ったのは何か意図があるわけでは別にない。いや えっと意図というか僕がたまたまこう書いてるだけであのテキストによっては多分いろいろな次元が持たされてる場合もあると思いますね。あはい、わかりました。はい、ありがとうございます。で、結局、えー、っと、だからここで RG、R G これがちょうど U イコール、ももとゼロに対応するんですが、この座標特異性、これが消えてるわけですね。だから、えっと、以上、だからその上,上で仮定したあの,あの座標変数変換ですね。あれがまあ全てなわけです。だから別にあの変数変換というのは、ホライズン近傍だけじゃなくて、全領域であの変数変換を、 まあ適用してやっても全然問題ないのでまあそうすると結局えー、っと禁じなしでやるとえー、っとシばらシュット計量を書いてやると DS2 乗がこれが最後ですがえー、っと 質問は一つあるのでいいですかあ、ちょっと待ってください。はい。<laughs> っ待ってください。で、あと UV と新しい座標変数 UV ともともとの座標変数の関係が、まあ、それは単にあの変数の変換式を追っていけば自動的に分かるわけですが、まあ、それを一応書いておくと、こうですね。 そういう形で一応整理することができます。これがあの近似なしプライズの近傍という近似を外して、もうイグザックトに書き直した標識になります。で、えっとこの uv のえっと座標のことをえっとプルスカル座標というふうに呼びます。で、えっとちょっと注意しないといけないのは。じゃあ、この元々あの今 v っていうのはこれえっと正だったわけですが。 この軸図で書くと、一応、これ塗る座標なので、こうですね。まあ、こういう書けたができるわけですね。これは、まあ、コ工スキーのときっ全く違うです。それで、もともと V が正の領域だけ考えてたわけです。ここですね。ここが V が正。だけど、あの、結果的にあの座標変換されて書いた、書かれた この計量の形を見ると、V が正でも不でも全然あの何も問題ないわけですね。V がゼロというところは、特にあの座標変数にとっては特別な場所ではないので、最初はあのこの上の右半分で定義されてたのを、のそのまま何も考えずにマイナスの領域まで単純にあの拡張することがまあ可能になるわけです。だからこの UV の変数で見たときに、 シワルト軸というのは、まあ、こういう4つの領域の集合になっています。で、重要なのは地平面がどこかというと、地平面はちょうどこのヌルですね。uv がゼロのところですね。これはこの2番目に書いたこの式で、r イコール 2m にすると uv イコールゼロという式が出ます。だから、 U が0あるいは V が0っていうのは、ここがあの、まさに地形、地平面。R イコール RG というところに対応しています。で、これがちょうどあの、45度のヌル,ルの直線になっている。それから、R イコール0という原点、特異点ですね。これは R イコール0にすると、えっと、UV イコールマイナス1という、まあ、双極線になるわけですね。で、双極線は、えっと、この図だと、ここですね。 だから、えっと、シュワルツシルト軸っていうのは、今この、えっと、濃く斜め線を書いたところは、軸点から排除される、まあ、多様体上の点じゃないというところですね。ここが R イコールゼロ。ここが特異点ですね。だからこれがあのシュワルツシルト界の、まあ、完全な軸図の軸構造を表すものになります。 で45度の直線のところが地平面に相当してて、この双曲線で書かれているところが得異点。まあ、そういう特徴があるということです。はい。で、あと、じゃあ、これで通常の我々が住んでいるミントスキー軸というのはどこに対応、的な軸というのはどこに対応しているかというとここ、ここですね。ここが我々が普通、ブラックホールの外にいる場合は、ここが我々の領域で、で、ここの2番、 ここがあのブラックホールの内部ですね。えっと、まあ、消してしまいましたが、先ほどまで書いてた重力半径の内側の領域というのは、この図でいうとここに対応しると。で、この左半分は全く同じ構造のものが、そのままコピーされた形でこう、つながっているという、まあそういう構造になっているということですね、うん。はい、じゃあ今日はこの辺でちょっとやめておきます。ありがとうございました。 えっとでは質問ですけど、先にあのチャットに書かれている質問からおしていきますっとここで座標特異性とは、メトリックが発散することですかえっとそうではなくて、この場合だと、メトリックがそこの点、地平面を横切れないというのを回避したいということ横切れなくなってたわけですね、もともとの座標では。地平面のところであの座標がストップしていたわけです。それを横切って向こうまでつながるような座標を見つけたいということです。 それは次の質問ですけど小文字の U から大文字の U に行く時にホライズンの内外で符号改定座標変換をしましたが今の禁似なしの関係ではホライズンの内外と関わらず一つの式で書けているのはどうしてでしょうかえっと先ほども一緒で実はあのこの内側だと U えっと内側 えっと、U の政府に U の政府とこのプラマイというのが対応しているので <laughs> それが掛け算にするとあのそのプラマイの現れ方がキャンセルして決まった符号になるわけですよね。という計算になってます。内側だと U が <laughs> えっと正。ちょっとまあそこ整理して書いたらいいんですが U が正が内側で U がマイナスが外側なんですね。で、この前についているマイナスプラスはこれ、内外という場合は消しているので、マイナスの時は内側なので、マイナスプラスで、符号はマイナス。で、内側の時はプラス、プラス、あれえっと待ってよ、マイナス、プラス、あれマイナス、マイナス、えー、っと、 プラスこれでいいはずで。えー、ちょっと待ってくださいよ。あ、ごめん、ごめん。これか、こっち。この定義だと、この定義で、えー、と U イコールゼロのところをつないでやると、それが自動的にこの前のプラスマイナスキャンセルするという、ですねそういう計算になっています。えっと、さっこの1個前の質問とかも関係しているのと、 ですが、えっと、あの1個前の質問、座標得意点とはメトリックを発散することですかという質問があって、<あ>それに関してあの具体例として、左上の、ここまで左上の一番下ですかね、R イコール 2M が得意なのはなぜですかと。発散,発散はしていません。そこであの宿体といった方がいい。そこの R イコール 2M を横切って、ホライズンの内側までは侵入できなかったんですね、この UV という座標だと。 えっと、もう一つ質問です。えっと、禁じなしではのところに書いてある2番,2番目の式に符号がつかないのはなぜえっと、これはあの、先ほど言ったこの U の定義と、まあ、先ほど同じ多分質問内容なんですが、それはその、もともとついてた符号がうまく消えるように、結果的になってるということなんですね。それは自分で、あの、場合分けして、こう、書いてみたらいいんですが、これ結構、こんが,らがあるので、うん、いずれにしても、その、 最終的にあのこの関係式に不具が出ない理由は、その U の定義をああいうふうに内外でマイナスプラスというふうに定義したというところにあります。えと座標を変えるというのは、観測者を変えるということとは違うのでしょうかえっと、そう思ってもいいですね。その観測者、うん、そ,のそれぞれの座標系を持っている観測者が存在していると思ってもいいです。えっと 講義内容ではないですけど、本日の講義内容は書籍か何かで解説されていませんかという、何かご存知ですか,とかえっと参考書は挙げてないですが、まあ、明日かこの3日かのどこかで、あるいはどっか別にホームページかなんかでですか、そういう情報は提供できます。はい。他、あの会場の方も何か、どうぞ、まあ。えっと、あの、 時空の地平面のところで、えっと、質問があるんですけど、えっと、最初の時空図ではその中にも入れなくて、うん、外にも出れないってなってたじゃないですかで次の時には中には入れるけど外には出れないっていうので、うんえっと、時空の地平面だっていうのを言ってたんですけどうまい座標を取ると外に出れるかもみたいなことは。 あだからそこの説明も実はこれに全部それが入ってるんですね。はい、えっと、まあ、これはあの最大拡張された形のシュワルシド軸と言われるもので内側にしか入れないと言ってたのはここの1番と2番の領域のことですね。はい、この面というのはこの図ではあの光というのは必ず45度の直線として書かれているので、はい、光は入ることはできるんだけどこの2の領域から1の領域まで戻ってくることはできないわけです。 図の構造からも分け上がだからこの、この図を見ればその、それが議論できるう、うん。で、この3番目と書いてる、ここは逆で、これはあの出ることしかできないですね、ここから。はい。この1の領域からこの3の領域にはもう侵入できないわけです。はい。だから、これはまあ,ある意味、ホワイトホール的な地平面です。 えっと、じゃあ、えっと、ブラックホール軸の定義っていうのは、何かある座標が存在して、えっと、なんか、地平面が存在するような。だから、ブラックホール軸といった場合は、多分最初のフィンケルシュタイン座標で書いた、はい。宇宙ミキーしか行けないよという、そういう地平面があれば、はい。それがブラックホール軸定義だと思います。えっと、だから、その座標ディペンデントだと思っていいんですかいや、座標ディペンデントじゃなくて、それこれは別にあの座標ディペンデントの話じゃないわけ これは,ね、はいあ、でもなんかその、時空図の書き方によって、なんかその、自明ではないなと思って、その、最初のやつだと、えっと、入れるけど出れないっていうのは分からないわけだ。ああ、なぜその、だから違う座標で書くと、違う側面が見えたのはどうしてかというんで、うん。で、えっと、完全にその、用語がうまく回る。 のかなと思いやあのだから最後に書いたこのクロスカルズっていうのはその将来ュ,ルチュークが持ち合わせる最も最大限の特徴をその同時に表した図なわけです。はい、ただしあの物理的に常にこれが実現できるわけではなくて、まあ、それは例えば重力崩壊考えた時はこんなものできないわけです。だからそれはあのどういう設定でどういう問題を考えるかに応じて変わってくると思った方がいいですね。 ただ、厳密解の数学的な性質としては、まあ、これがすべて、もう尽くして、この表現ということです。ありがとうございましたあ。今の話と同じようなことなんです、とだと思うんですけどあの、3の領域は最初なかったんですよね。ないですね。ないですよね。うん、で、コピーといって、うん、V が、えー、と負の領域を作った瞬間に、はいまあ、数学的には現れましたと。うんはい、物理的には っていうのは、えっと、今おっしゃった意味がよく僕には分からなかったんですけど、うん、ちょっともう少し遅くお願いしたい、ね、いや例えば、実際、このいや要するにそれはホワイトホールってどうやって作るんですかということですよね。えっと、ホワイトホール、存じ上げなかったんですけど、いやこの今言ったように、はいここ、この領域というのは、この3の領域から外には一方方向に出れるけれど、1の領域から3の領域には侵入できないわけです。だからな、なんか面があって、そこから常に外向きに信号が出てるよという、ブラックホールとは逆の領域になってる。 だからあのそれはこうあちょっとつい,ついでに、ですねあのあのチャットの方からホワイトホールについてコメントをいただけないでしょうかというのがあるので、<laughs> えっとえっと、もう少し言うと、あの今、この図ではホライズンといったこの45度の線ですね、これは2種類あって、えっと、1つはの未来方向に存在している地平面、で1つはの過,去過去に存在している地平面、この2種類あるわけですね。 でこの未来方向に存在している地平面がこれは地小の地平面という定義です。これがまあブラックホールプライズですで。ところが過去にあるこの地平面というのは外に出ることができるという一方方向の面になっています、あ、これがまあ通常ホワイトホールというふうに呼びます。でただあのこのホワイトホールっていうのはどういうその例えば初期値を設定して更新デベロップメントで作れるかというとそれはあまり自明ではなくて。 うん、どうやって物理的にこういうのは作れるんですかという問題ですよねそのホワイトホールっていうのはそのシュ,シュバルツシルト海とのお友達みたいな感じで出てきていやシュバルツシルト海しか見てないんですんシュバルツシルト海の一つの見方として、ええ、ホワイトホール的なホライズンが現れるというああでも何か拡張してしまってる拡張といってもあのアインシュタイン方程式の厳密化であることには変わない。 変わりないので、シュバルツ修道会なんです、ね。うん、じゃ、またの、うん、の後ほど、また。あの、こじ、話してもらうと、次の質問に移りたいと思います。<laughs> すみません、おそらく関係するんですけれども。うん、あの、アインシュタイン方、アインシュタイン方程式自体は時間反転で不変だと思うんですが。うん、あの、今回、あの、解を。時間反転不変な形で書こうとしたの、一つと。うん、あと。えー、っと。 コーーディネーシングラリティを解消しようという2つのことを実現したら、えっと、ホワイトホールとブラックホールが現れたというふうに見えるんですが、一般的にブラックホールというのは、えっと、コーディネートシングラリティを解消して時間反転の変性を回復すると、ブラックホールとホワイトホールって一般的に現れるものなんですかいや、それは分からないですね。ブラックホールと言っても今ここで バスカットの一番単純な場合、性的とスタティックな場合なので、えー、例えばそれがあのカーみたいに回っている場合どうなるかと言わいわれブラックホールの定義自身はやっぱりできるんですが、その場合に今と同じような形で、単純にそのホワイトホールが定義、まあ、できるのかな <laughs> ではちょっと難しいですね <laughs> <laughs> あ。ありがとうございます。どうぞ。あえー 今回、アドバンスドのエディントン座標をやったと思うんですけど、はい、例えばレターデッドの場合を取ると、うん、えと出れるけど入れないみたいなことになったりする。だからそれがさっき言ったの V で判定して、こっちをくっつけるというか、<ー>まさに V が最初、片っぽの符号だけしかなかったのを、まあ、座標特得意っていうか、座標がちゃんとこう貼れるようになったので、こちらやっぱで拡張したらそれにも拡張が必要になるんです,、うん、そうですね あ拡張が必要なというか、このクルスカルの見方だと自然に拡張されると、えー、とリターデルのフィンケルス点が出てくるよということです。他に何か質問ありますでしょうか。えっ、ー、と、チャットの方も大丈夫でしょうか。それでは、ナムさん、ありがとうございました。はい